西村さん、ああ、そう。なんですね。どうしましょうかね。本当にすみません。え、僕はいいんですけど、もう一回。はいはいはい、なんかそんなに難しい側にしてないって言うんですけど、中身がないので何について喋っていて、かつ相手がそのリアクションをするためにはどういう風な言い方だったり、どういう風な投げ方をすれば相手からそのはぁだったりまぁだったりとかって、こっちが折れたり折れなかったりっていうのがあるのかっていうのをもうちょっとイメージしたい。もう一回やってみましょうか。貧乏同士が集まったらすぐ分かる。ああ、貧乏、ああまた貧乏のやつが来たぞって。本当だぜ、すぐ分かる。やりましょうか。粒子と辻のところ、はい、11ページのところですね。返し切れってことはあるっすね。あるっすわ、これ。そうっすか。どうせまたすぐ連絡来て貸してくれって言うんだ、あれですか。なるほど。しかし、あんた優しかったっすね、今日。そう、みんな前出し行ったってしょうがない。前出しはいはいはい。太田さんまだ来てないよね。はい、はい、この喋ってるんだろうね。どういう状態で喋ってるの？これって、島原は、ひなぐのことを、前言いましたけど、全面的にもう腹割って話してやるって思う。全面的に腹割るってさ、逆に君どういうこと？俺多分割とお前に全面的に腹割ってるよ。けど別に喋ること喋んないことあるじゃん。だから俺の別に自分の羊の話とかお前にしたってしょうがないじゃん。でも腹は割ってるよ。カラと少女時代って何が違うんだって教えて。カラと少女時代ですか。うん、どっちかっていうと、カラの方が。あ、じゃあその体でやってみて。そうそう、その体でいいよ。その今のぐらいの体でいい。あの腕とか組んじゃっていい、全然。っていうことを多分やってほしい。別にただ誰か出てくるじゃん、そこやったら。多分カラと少女時代だったら、みたいな。っていうぐらいのテンションでやってほしいのよ、多分。別に空と少女時代っていうのはすなわち翻ればどこに行くかっつったら、そのくらいだからポッと出てくるぐらいのもんで出てきちゃったら一回やってみてほしいわけ。ぐらいの程度で一回やってみてほしい。一回ちょっと裏に回させて、セリフ完璧に覚えてね。はい、午後休憩します。午後休憩して20分から、小島編の方をもう一回戻して、宍戸さんこの後次やっていいですか。はい、お願いします。小島とたつきやって、小島と宍戸さんやってっていうところに行きます。はい、最後の休憩。理由がわからないじゃないですか。うんうんうん、ね、だからどうしようもないっていうところ。
一方的に別れたい、はい、別れますってならないわけじゃないですか。そう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 、はい。はいはいはい、あ、こう見えた。そんな感じ、一回ちょっとそれでやってみたいかもしれないけど。すごい、なんか逆に面白いかもね。なんかもう全然よく分かんない、間が空いちゃうから。はい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 。はーい、みたいな。あ、一旦なんか、うまくいくわけしますね。今、ちょっとフィックスにさせてください。今ぐらいのそのなんかこう明るい感じというか、引きじゃない感じというか、うん。ご飯はまだ。はい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 、すいません、今ちょっとなんかどんなシーンかってなんかイメージあんま共有できてないですね、3人ぐらい。今どんなことどんな感じでやってます、なんか何でもいいですか。2人してなんかそのだから多分そのリアクションルームみたいな問題に関しては今のでもう行こうと思うので、今ので行ってなんか不定期とってちょっと見せてみようと思います。っていうので一回やらせてください。はい、お疲れ様、5分休憩します。10分から、辻編の方の辻岡さんやります。って言ってましたね、見た人は。いやが本当に呼ばれて身体現場で結構行きますよね。それで抱きます。頑張ろう。16ページの具合はどうですかっていうところを一回やっていいですか。はい、全然ここはなんか深刻にならずに楽しい話ですね。辻はなんか小声になるときは自信がないときですか。いや、そう、そういうことではないですか。そういうわけではない。了解です。今まさしくそれっぽかったですけど大丈夫ですか。いや、そういうわけではないです。ないですか、大丈夫ですか。すまんな、だんだん俺弱ってんだな。はいはいはい、怒られてる時とかにさ、こっちが一方的に笑ったりしてもお前全然面白くないべ的なのだと思って、怒られてるじゃないけど自分のせいやちょっともうちょっと思ってみて。はい、うん、でも自分のせいでさ、なんかそれこそ例えば自分がガツンってやっちゃったからなんかあの風緑が回らないみたいにこうあるとするじゃん。例えばあったとしてなんかバーンってぶつかってさ、それで俺がなんかさもう怒ってるんだけどお前のせいじゃねえって言うからさ、俺がなんか次色んな言うわけだよ。なんかいやいや、まあまあ辻さんがね全然別にガンケットとはいえとは言わないですけど、全然大変だったっすかね、本当にね全然回んなかったっすもんね。いや全然みたいなこと言われても全然だから楽しくはねえよみたいな、そういうリアクションせんべいみたいな、そのままちょっと多分バイアスがかかってほしい、きちんと、うん、君のだって池田さんがドライテールライトンってやってるわけだから正解返事してると思って。はいはい、まあまあシーンの作りだったり密度を上げるっていうのを割とこの期間のちょっとあれにしてます。で、台本が出てしまってから、直しをビデオで何でしますのでもう少々お待ちください。よろしくお願いします。はい、こんな感じです。いいですかね。はい、じゃあ今日の結果終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう書いてあるんだから納得する以外ないじゃんね。それはね、そうだ。
じゃあ本変えろってことか。できないんだったらね、でもそうなっちゃう。だから俺しかも本変えるからね。本変えていいと思ってる脚本演出だから。そこ甘いよな。だってそれだだこねて分かりませんって言ったら分かるようにしてくれるってことでしょ。どうすか。どうなんすか。いや、何がすか。そんな振り方されたら、そんな適当なやり方やられる。やられる。やられる。あ、やべ、橋戻った。すいません。